続きましてはこの人です、何でもいいですかね、ソリトンに戻ってきたこの方です。皆さん、あれ、おエスコートしてきましたね。キキロペ皆さんこんばんは。人事室の井村亜希です。今年1月に、6年半ぶりにソリトンに戻ってまいりました。帰れ帰れ。まさか、今なりバンドで歌うわせていただく日が来るとは思っておりませんでした。本当に嬉しくて光栄に思います。ソリトンのみんなありがとうございます。ありがとう。頑張ります。はい、ブレイバンで、はい、今年は歌います。さあこの人、皆さん呼んであげてください。せーの、行きましょう。
しては、次の方が待ってるので、今年の新人くんです。期待の星、新田くんですね。はい、よろしくお願いします。はい、今年の二刀流ありがとうございました。エース1に配属された新人の原田と言います。よろしくお願いします。今成さんがギターを兼ねるまでちょっと繋がせていただきたいと思います。普段こんな感じ の真面目キャラでやろうと思ってるんですけれども、今日は無礼講だと聞いているのでめちゃくちゃなことやろうと思います。皆さん盛り上がってますか？まあ、新人ながら一室でトリをやらせていただきます。まだまだ今3番とありますので、この曲で盛り上がってこの調子で最後まで突き進んでいただければと思います。皆さんいいですか？それでは聴いてください。マキシマムザホルモン。恋のメガネは一ロケロケチュエイ、一ロケロケチュエイ、一ロケロケチュエイ、一ロケロケチュエイ。
飲み物とかおかわり飲んでも大丈夫ですので、はい、よろしくお願いいたします。